どうも皆さんこんにちは、チャクワセです。本日はですね、プリペイドカードのイデアって皆さん知っておりますかね。券面こちらになるんですけども、こちらはですね、先日 JCB とアメックスからですね、チャージがね対応になったんですよね。でまたですね、それ以外にもおすすめポイントがですね、今回こちら満載のプリペイドカードっていう風になっておりますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、コメントとかでもですね、このイデアっていうのね、知ってますかとかね、コメントいただいたりしてるんですけども、皆さん知っておりますかね。まあ知ってる方ね、そんなに多くないと思うんですけども、まあ私はですね、まあツイッターもやってることもありますんで、存在自体はね、知っていたんですよね。ですけども、このイデアっていうのは、まあマイル系のクレカをなんか使うっていう時に、まああんまりね、あのメリットがなくて、私自身ね、発行もね、してなかったんですけども、まあ先日ね、アメックスと JCB からですね、対応いたしましたということで、やっとね、発行したっていう感じになるんですよね。ということで、券面をですね、ちょっとお見せしたいところなんですけども、全然届かないですね。ということで、まだね、私もね、もう結構、10日ぐらい経ったと思うんですけど、まだね、届かないんですよね。ですので、まあ、ちょっと今回ね、券面はちょっとお見せできないんですけども、まあ、今回ね、おすすめできるね、ポイントも結構多いので、今後もね、このイデアね、結構登場するかな、なんていうふうに思いますので、券面はね、また、今度ね、実際の券面はね、お見せさせていただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、今回ね、このイデアっていうのをですね、解説やっていきますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。ということで、まずね、このイデアのプリペイドカードは、まあ、どういうものなのかっていうと、まあ、公式サイトはですね、まあ、こういった形になっておりまして、ボーナスがもらえるスマート積み立てアプリイデア。イデアはあなたの目標達成をサポートするスマート積み立てアプリ。目標を決めて、積み立てを設定すれば、あとはイデア勝手に貯めてくれます。さらに貯めた額に応じてボーナスポイントのつくから、お得に、楽しく貯めれます。さあイデアで貯めて叶える日々を始めましょう、ということで、このイデアっていうのはですね、当初出た時はですね、使う貯める借りるをね一つにするみたいなね、まあそういったコンセプトだったみたいなんですけども、今なんか変わったみたいですね。今ねアプリとか見てもこの借りるっていうのもね、まあ表示されないので、まあこれはなくなったんですかね、ちょっとそこら辺はよくわかんないんですけども、まあ今はですね、ボーナスがね、もらえるスマートアプリっていった形になってるみたいですよね。でこのボーナスがね、どういった感じでもらえるのかっていう話なんですけども、まあ公式サイトね、こんな感じに書いてありまして、ボーナスは平均の残高に対して年間 2% 付与されます。ただし過去のボーナスから移行した残高は付与対象残高に含みません。ボーナス付与は当月の入金金額 20% を上限してます。そのためご入金が一切ない場合は、平均残高に付与に応じた額よりも入金金額の 20% の小さい方の場合には上限までしか付与されません。平均残高は日々のベースで計算されます、ということで、めちゃめちゃよくわかんないことがね書いてありますよね。まあこれ簡単に説明すると、まあ正直ですね、前もって言っとくと、多分私の動画を見てる方ね、多分やんないと思うんですけども、上限の割合がですね 20% っていう風になってまして、年率が 2% っていう風になりますんで、6万円を入金して残高で残しておいて、最低入金金額っていうのはこちら500円になりますんで、これでいくとボーナスが100円分ですかね、もらえる計算になりますかね。まあこれがね、もらえるっていう風になるわけなんですけども、まあ6万円ぐらいだったらいいのかな、やる人いますかね。まあプリペっていう風になりますんで、基本的にプリペイドカードっていうのは保証がないですよね。ですので、まあずっとね、この残高を残しておくっていうのが、まああんまりおすすめではないので、難しいところではあるんですけども、まあやりたい方はっていう感じですかね。まあツイッターとかですね、結構ね、お得界隈の方はね結構多いので、残高20万残して1667円チャージして、レボリュートに2000円チャージして、またね333円のボーナスをもらいますっていう方もね、まあいらっしゃったりするんですけども、先ほどもね言った通り、プリペイドカードで、ね、保証がございませんので、まあ一応ね運営しているのが、まあオリコもね絡んで、まあ大丈夫だと思うんですけども、まあちょっとね、金額が多くなれば多くなるほどね、ちょっと怖い部分もね多いかな、なんていうふうに思いますので、まあやりたいよっていう方はですね、お好みでね利用していただければ
まあいいのかなっていうところですかね。まあこういった感じのね、あのボーナスがもらえる、まあ、イデアっていうプリペイドカードなんですけども、まあ、先日ですね、冒頭にも言った通りアメックスと JCB から入金が対応したんですよね。で、私も発行しまして、お、これはもしかして先日ね紹介させていただいたこちらのカードありますよね、 B4 さん、こちらも今現在もですねアメックスからのチャージで満額ねポイントがもらえるんですよね。ですのでこれもねいいですよっていう話をねさせていただいてたわけなんですけども、このイデアもですねチャージねさせていただいたところ満額のポイントがねもらえるっていった形になるんですよね。でまたですね2023年1月25日までですねリアルカードね実質発行手数料無料キャンペーンもやっておりますので、まあお金はね実際にかかるんですけども、まあその分のねボーナスが900円分かかるんですけども、これがね実質無料キャンペーンということで900円分ボーナスでもらえるっていう風になりますんで、もしね利用されたい方はですね1月25日までにですね発行していただければなと思います。まあ1月25日までにですねこちら JCB もしくはアメリカンエクスプレスカードから2000円以上ねチャージしなきゃいけないのと初めて発行しなきゃいけないっていう風になりますんで、まあもうちょっと早くねやった方がいいと思うんですけども、一応ねキャンペーン期間自体は1月の25日23時59分までね利用することができるっていった形になります。この実質無料キャンペーンもね特にね難しくないので、ぜひね利用していただければなと思うんですけども、一応ね今現在私もデジタルカードっていうアプリの中でしかねカード持っておりませんので、まあ、正直ねこれでも利用することができますので、まあ実質無料キャンペーン今やってますんでね、まあこの機会に作るのもまあいいのではないのかなと思います。それでは次にこのイデアね満額のポイントがアメックスのチャージでねもらえるということで、アメックスのね新規入会キャンペーンの決済仕様ね非常におすすめっていった形になります。先ほど出たね B4 さんも決済仕様ねいいのかなと思うんですけども、今ねヒルトアメックスのクレジットカードと ANA アメックスゴールドのクレジットカードね、この2つ新規入会キャンペーンねパワーアップしておりまして、またねヒルトアメックスの方は今月いっぱいでねキャンペーン終わるっていう風になりますんで、この機会ね発行していただいて、ちょっとね決済仕様のね条件達成できないよっていう方はこのねイデアにチャージしていただくっていうのもねいいのではないのかなと思います。まあ先ほども言いました通りね、あんまり高額チャージするとねちょっと怖い部分もありますので、まあある程度であればですねいいのかななんていうふうに思いますので、このねイデアのプリペイドカードもですね決済仕様にね使えるっていうのもですねかなりいいですよね。またねポイントも満額取れるっていう風になりますんで、特にねポイント半減とかもねいたしませんので、この点はねかなりいいですよね。でまたこのイデアのプリペイドカードはですねなんとねレボリュートにチャージすることができるんですよね。これね本日ね私って非常にびっくりしたんですけども、レボリュートのルートが通ってるのかと思って、これはねめちゃくちゃいいですよね。このレボリュートっていうのはですね外貨決済手数料がねほぼかからない、こちらもプリペイドカードっていう風になってるんですけども、まあ、海外旅行でね利用する時も私ね基本的にレボリュートを利用させていただいてるんですけども、まあそういった場合であったりとかですね、またねレボリュートっていうのは無料でね発行することができるにもかかわらず、無料会員でもですね月2万5000円までですね手数料なしで現地の ATM 手数料のみでね現地の通貨ね引き出せるっていう風になりますんで、このねレボリュートっていうのはですねこの海外旅行ねよく行かれる方にとってはですね非常におすすめのねプリペイドカードっていう風になるんですよね。また今回ですねイデアにチャージするのもポイント満額で取れる、またねイデアからレボリュートカードにねルートが通ったっていう風になりますんで、まあ、今まではですねこのレボリュートのルートっていうのはアメックスからねチャージする場合は au プリペイドをチャージしてそこからレボリュートっていうルートだったんですよね。まあ、アメックスからチャージね、すると、まあ、このルートがねすごい王道だったんですけども、このレボリュートっていうのは昨年末ぐらいだったと思うんですけども、マスターカードからのねチャージを完全に停止したんですよね。ですのでもう au pay プリペイドからレボリュートってチャージできないんですよ。ですのでアメックスからこのレボリュートにねチャージのルートねまあないかなってずっと思ってたところなんですけども、今回ねこのイデアのプリペイドカードがですねこのルートをね開通してくれたっていう風になりますんで、
かなりいいですよね。ですのでアメックスのねクレジットカードを持っている方でレボリュートカード、まあ海外旅行等々でねレボリュートカードね利用されるっていう方はですね、こちらも合わせてねぜひね持ってない方は発行ねしていただければななんていうふうに思うんですよね。そうすればですね外貨決済手数料ねほぼかからないでですね現地でね利用することができるっていうふうになりますんで、こちらね非常におすすめっていった形になります。ということで今回ですねイデアのプリペイドカードがですねアメックス JCB からですねチャージ対象になりました。またねリアルカード発行実質無料キャンペーンもやっておりまして、またねイデアからレボリュートカードにもねチャージすることができるっていう風になりますんで、今回ね解説させていただいたわけなんですけども、発行されてない方はですねぜひ1月25日までリアルカードね実質無料キャンペーンやっておりますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。